おめでとうございました。ありがとうございます。今日の試合本当に根性ありました。今日黄色の人たちも多かったんですけど、本当それに負けへんようにね、応援してくれたおかげで勝てました。ほんま今日はありがとうございます。今日は怪我人が多く、ベンチのメンバーも7人揃わないという苦しい状況の中でのゲームでした。それが根性なんですよ。そっからどうするか、根性なんですよ。はい、はい、根性あったんじゃ今日は、はい、本当にサポーターの皆さん本当に喜んでいますね。いや、根性ついてきてるところを見てくれてありがとうございました。さあ、はい、これでしっかりと昇格の可能性を残しました。いや、もうとことん いきますね、ほんま頑張りますよ、ほんま。はい、ではですね、最後にサポーターの皆さんに岸野監督から一言お願いします。いや、今日本当、苦しい時も苦しい時に走れたのは皆さんの大きな声ですわ、ほんま。本当ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。勝利監督、岸野監督にお話を伺いました。